はい、インボムシです。こんにちは、よし。あら！じゃあ、久々のね。あの、カメラコウキさんの口癖。あいつ、脳筋だもんね。今日は豚の角煮です。いただきます。角煮。いただきます。ちょっと油すごめだね。うん。油マシマシだね、これ。すごい！二日分だ、これ。これ、かけるといいで。お客さんの。全然ガッツリかけちゃっていいと思う。うん。怖いんですけど。いや、お湯もいける。うわ、どうしたの？お酒ですか、これ。うん、僕、お酒ダメなんですか？でも酔っ払ってるかしら。匂いかけました。うん、ちょっと一回後でかけさせていただきます。え、ガチでうまいよ。匂いできない、ちょっとダメなお酒の匂いが。お前酒ダメなんだ。うまさんも若い頃弱かったって聞いたことある。それぐらい若い頃ってもう今ジジイだっつうの。今も酔え。飲む匂い嗅いどこでしたっけ。これそばに垂らすと最高なんだよ。俺これドバドバ入れちゃうからね。うん、どう、食った、かけて食った。人生変わる。沖縄と沖縄だからあると思う。俺も一回人生変えよう。うまくね。あ、まあでも辛さがあんま感じない。少ないからかいいですかね。結構辛いよこれ。なんかまずくなって、なんかこう最悪だみたいになってたらよかったのに。うん、申し訳ないです。落ちなくて美味しいです、うん、俺もこれかけたことないからさ。ないんですか？ないないんですか？ない。はい、ということでですね、今日の本題はですね、まあちょっとおさらいを兼ねてですね、今日はまあいろんな陰謀論とか話してきたんですけれども、まあ今一度ちょっと復習ということを兼ねて、ロスチャイルド家の歴史。おお、なんやだよね。知らない人多いと思うんだよ。そのロックフェラー、ロスチャイルドがまあ世界をこう支配してるみたいな話は聞いたことあると思うんですけど、うん、こいつらなんで のし上がってきたのかみたいなところ、うん、多分知らない人多いと思うんで、すげえ簡単に今日はちょっと話そうかなと思っております。まあ赤い盾前回に飲めっつうのもね、厳しいと思いますんでね、うん、とりあえずですね、まあ歴史を左右するような、まあ、陰謀とか、まあ世界をこう揺るがすような事件というものは基本的には偶然には起きません。いろんなものそうですけどとかね、まあいろんな事件あったと思います。911とか戦争とかね、いろいろあるんですけど、うん、ああいうものは基本的には偶然では起きません。基本的に何かしらの人間が仕組んでるっていうのはもうこれは当たり前ですね。ほぼ常識ということで、うん、そのなんかそういう支配的な組織を持った人間たちが、うん、意図的に起こしていることが、うん、まあ、ほとんどですよと。長篠の戦いとかは分かんないよ。桶狭間の戦いとかは分かんないけど、まあ、ただ関ヶ原の戦いはね、うん、あれエリザベス1世が関わってますから、うん、もうそういう時からもうヨーロッパ勢力入ってきてますからね。もうそういうのはいろいろありますけども、ロスチャイルドって結構身近なところに存在するんですよ。いろんな企業というもののトップにいますから、意外と身近なんですね。まあもちろん銀行、いろんな銀行あると思います、うん、今彼らは中央銀行を乗っ取りますので、銀行に関してはまあロスチャイルドが関わっていると、あとは有名どころだとそうですね、マルボロとかコカ・コーラ、まあ、フィリップ・モリスね。フィリップ・モリス、うん、あとは、ルイ・ヴィトンとかね、この辺は基本的にロスチャイルド家結構身近でしょ。あとなんだ、シェルとかね。まあ本当多岐にわたるんですよ、ロスチャイルド家の企業というものは、うん、クレジットカード会社とか活躍してんだね。結構活躍しますね、ロスチャイルド家ね。あと武器産業とかも、まあ、この辺なんていうかちょっと遠くなってしまうんですけれども、うん、でこのロスチャイルドは一体どっから出てきたのかというところで、うん、ロスチャイルド家の初代、これはマイヤー・アムシェル・ロスチャイルドね。これ一番有名なロスチャイルドの人物です。祖先ですね、ロスチャイルドね。うん、彼は、フランクフルト、ドイツ・フランクフルト出身のアシュケナージ系ユダヤ人とも言われております。アシュケナージ。出た。まあ、世の中にはスファラディユダヤ人、アシュケナージユダヤ人、あとはミズラヒ系ユダヤ人とか、まあ、いろいろあるんですけど、うん、このアシュケナージユダヤ人というのは、まあ、後々ユダヤ教にこう改宗したような人のことですね。うん、だから本来のユダヤ人っていう、その、なんだろうな、その DNA 的なユダヤ人とかとはまた違うんですよ。後々宗教的にユダヤ教にこう改宗した人たちということで、スファラディ系が本来のユダヤ人と言われてますけど、なんかいろいろあったんだよね、その宗教観のね。もともとハザール王国っていうところにアシュケナジ系の人たちが住んでて、うん、キリスト教になるかイスラム教になるかって喧嘩になって、じゃあ間取ってユダヤ教になるか、そう挟まれてたんですよね、宗教的にね。で一応ユダヤ教の最高指導者ラビと言われている、まあ、地位ですね、うん、これを志そうとしたんだけれども、結構貧乏だったんですよね、ロシアだけって、うん、実はめちゃくちゃ貧乏の、そのいわゆるゲットと言われている、うん、まあ、スラムだよね、簡単に言うと、うん、ほぼホームレスみたいな、まあ、夢があると思います。その貧乏人が世界を牛耳るまでのお金持ちになるっていう、なんかロスチャイルドのゲームやりたいね、うん、確かに人生ゲームで言ったらもう最高難易度だけどね、もうね、やっぱ最高難易度なんだ、うん、いやでもまあね、あのこれだけだとまあ夢のあると思うんですけれども、うん、まあ、この金持ちになるにはいっぱい汚いことをしておりますから、まあ、今もですけどね、人々を苦しめながらお金持ちになったっていう組織なんですけれども、うん、ユダヤ人ってめちゃくちゃ迫害されてたからね、ガチで。そう、ロスチャイルドもその一人だったってこと
ね。そうだね。まあユダヤ人ね、まあシュケナージ系ですけど、彼らはスファラディ系って言われて存在も奴隷民族ですから、もともとはエジプトでは奴隷として扱われてたりとか、でモーセがこうね出エジプトで逃げたって言われてるぐらい、もともとね結構奴隷民族なんですよ。でも奴隷なんだけれども、その奴隷ながらどうやってこう生活していこうかみたいなところを考えた時に、お金が結構上手だったんですよ。商売が上手なんですよ、ユダヤ人で。このマイヤー・アムシェル・ロスチャイルドさんはですね、1764年20歳の時、ドイツにロスチャイルド商会というものを設立して、オッペンハイム銀行で両替商を営むと。これ両替商っていうのは結構時のあのビジネスとして結構重要なビジネスで、ドイツっていうのは100以上の小国王国に当時分かれてたんですよ。大変だね。でその国ごとによってお金の通貨が違ったので、その都度その都度その国に行くにはお金を両替する必要があったと。全部違う国だからね。そうだから、この両替商っていうのは結構まあ儲かるみたいなにも言われてるところですね。でこのマイヤー・アムシェル・ロスチャイルドさんはですね、実は本名はマイヤー・アムシェル・バウアー・ロスチャイルドというんですけれども、バウアー、マイヤーはドイツの一般的な名前で、ドイツ系と取引商売するときはこのマイヤーっていう言葉を使い、アムシェルっていうのがユダヤ系の名前だと。マイヤーはもう太郎さんぐらい、まあ太郎ぐらい、花子太郎ぐらいですね。まあだからこのアムシェルっていうのもまあユダヤ系で結構有名なんじゃないですか、わかんないですけど、うん、でユダヤ人と商売するときはこのアムシェルっていうのを使ってたと。佐藤太郎みたいな感じ、うん、名前をこう使い分けてたってことですね。でまあ、当時の18世紀のユダヤ人というのは基本的には名字なくて、土地所有も許されてなく、本当はゴミ扱いされてたので、キリスト教倫理に背く職業である金貸しというものが主な仕事だったと。で古銭集めとかです、古銭商なんですよ、ロスチャイルドって。古いお金を集めて、だからお宅みたいなやってたんですよ。よくあるじゃん、ガチャガチャとかでさ、古銭ガチャガチャみたいなで、まあ、そういうのやってたんだけど、これで結構趣味にしてるやつらもいて、実はその共通の趣味を持っている名門貴族と知り合うんですよ、このクソ貧乏ロスチャイルドが。それがあのヘッセン家の、うん、ウィルヘルム9世という人物 で、まあ、お前は古い金好きなのかみたいな感じで意気投合して一緒にビジネスを始めるようになると。下等と意義あっちゃうんですか、まあ、この時にはもうお金は稼いでたかもしれないけどね、うん、でこのウィルヘルム9世という人物は結構その武器の戦争屋さんなんだ、ね、だからロスチャイルド系よりも偉いそうなんですから、ヘッセン家というのはね、うん、アメリカの独立戦争を鎮圧するための傭兵をイギリス政府に貸し出したりとか、でそのレンタル料で当時ヨーロッパ最大の資産家になるほど、うん、今もヘッセンの方が偉いんで、ね、もちろんですね、うん、ああヘッセンすごいね、ヘッセンの方が、うん、表に出てこないでしょ、ヘッセン家なんていうのは近ないもんね、うん、だからこういう表に出てこない名前、王族がロスチャイルドかロックフェラーっていうのは基本表に出ている存在ですから、こういう人たちを使うってことね、使って謀略をするということなんだよ、うん、だからロックフェラー、ロスチャイルドって二大巨頭みたいに言われるんだけど、全然ロスチャイルドの方が偉い、ロックフェラー偉いです。そうなんだ。いやヨーロッパ系だからね、あくまでロックフェラーっていうのはそのアメリカに送り込まれてる王族なので、うん、立場としてはロスチャイルドの方が全然上、ツートップっていうよりかはもうロックフェラーがトップ下みたいな感じ、ね、そうですね、まあ、そういう感じでやってるということで、まあ、他にもいろいろあるんだけれども、うん、まあ、これはちょっとやめとこうかな、次にしようかな。でこのロスチャイルド家はですね、まあ、その後着々とこのヘッセン家のお金管理をするようになって、だんだんお金めっちゃ儲けてくるんですよ、めっちゃ金持ちになるんですよ、もうこの時点で。で、おっしゃ、俺たちもヘッセン家みたいにちょっと世界を牛耳れるぐらいちょっとでかい組織になろうというところで、1773年13人評議会というものを開くと。おお、そこでロスチャイルドと、まあ、銀行家とか頭が切れる人たち13人、うんうん、で世界をどう支配しようかっていう会議をすると。まあ、実力者を招いて会議をしたということね、うん、そこで生まれたのがよく出てくる世界革命行動計画、酒とドラッグで民衆を堕落させるとか、うん、各国政府に自分たちのエージェントを送り込んでうまく操縦するというような、うん、まあ、25か条における計画を立てたということだと。でこのマイヤー・アムシェルはヘッセン家ビルヘルムさん のお金管理によってその財産をまあ自分たちで借りていきますから、そのお金を使ってヨーロッパに支店網を、ネットワークを築きまくると、ヨーロッパ中に。それが5人、有名な5人がいると思うんですよ、うん、ネイサン、ジェームズ、カール、サロモン、マイヤー、この5人、うん、これがロスチャイルドネットワークを形成して情報交換をこうするようになると、うん、お金儲けるためにね。情報交換はもちろん手紙なんだけどさ、複数の言語を使って手紙でやり取りしてたらしいよね。うん、他に漏れないよ。そうそうそう、郵便屋さんが開けちゃうかもしれないからね。あとロスチャイルドもね、スパイとしてね、ある王族をこうね忍び込ませて郵便事業
要は担ってたんですよ。まあ、そういうふうにネットワークを築きながらロスチャイルドの基盤をこう構築していたということですね。でロスチャイルドがもう本当にここでやっとお金持ちになったっていう事件は、それまでフランス革命とか、まあ、いろんなあの暴略革命を起こして、まあ、お金持ちになってくるんだけど、盤石にしたのがあの1815年のワーテルローの戦い、ナポレオンのね、うん、下町のナポレオンの元になっているだろう人、このナポレオン・ボナパルトさんのまあ最後の戦い、ワーテルローの戦いなんだけど、これはヨーロッパを支配しようとした侵略戦争を続けた皇帝ナポレオンが率いるフランス軍と、あとイギリス・オランダ連合軍が対峙して、まあ、もう戦争ですよね。でこの戦争の状況をこのロスチャイルドネットワークでずっと監視しやってたと。だどっちが負けた、うん、勝ったとかそういう情報ね、うん、常に、いやみんなもうロスチャイルドはもうこういう金融とか投資のプロなわけだから、うん、ロスチャイルドが言ってることはもう間違いないってみんなが思ってる状況だもんね。そうそうですよ。だからロスチャイルドの一言で世界が変わるんですよ、もうこの時点で、うん、でワーテルローの戦いでナポレオンが勝てばイギリスの国債が暴落してあのゴミくずになると、逆にこの連合軍イギリス・オランダ連合軍が勝てばイギリスの国債暴騰すると、うん、どっちが勝ったかっていう情報をいち早く手に入れた人間が世界を支配してもおかしくないと。でロスチャイルド家は見事にその勝敗を見届けるように馬を用意したりとか、あと船とかそういった連絡手段を手配してたので、うん、いち早く情報をやり取りできると、うん、でイギリス軍の死者よりも早くイギリスのネイサン・ロスチャイルドのもとにイギリス軍勝利という連絡が届いたと。で当時ロスチャイルド家のドーバー海峡という場所に自家用の、うん、めっちゃ速い船を何隻も走らせてたっていう記録も残ってるから、イギリスとフランスの間の、うん、そうだからもう船でやり取りしたんでしょうね、情報をやり取りね。だからこの凄まじい情報ネットワークによってネイサン・ロスチャイルドはイギリスでただ一人イギリス軍勝利っていう事実を知っていたと。一人でネイサンはロンドンのシティ・オブ・ロンドンですよ、あそこの取引所に向かってイギリスの国債を売ったと。でネイサン・ロシアドが売りに出たのを見て、もう周りの人がうわイギリス軍負けたんだみたいな、うん、うわ負けたんだみたいな情報が流れて相場が大暴落したと。ロスチャイルドと同じことやってればもう間違いないってみんな思ってるからね。そう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 、だからロスチャイルドがイギリス国債売ったのと同時にみんなこぞって売り始めたんですよ、うん、でうわもうやばいと、もうイギリスこれもう終わったわ滅びたわみたいな、あのめっちゃパニックになったんだけど、でそんな中みんなが売ったからもうイギリスはもう紙くずになるわけですよ、イギリス国債、うん、そんな中密かに買い集めている人たちがいたと。紙くずを、うん、買うやつが、うん、そう、そういうグループがいたんですよ。それがネイサン・ロシアイドの取り巻きで、その時期を見計らってネイサンもその国債を買いまくったと。で翌日イギリス軍勝利っていうニュースがイギリス中に届いた時に、イギリス国債がめっちゃ値上がりしたというのも当たり前ですよね、うん、であのネイサン・ロシアイドは当時の金で100ポンドの利益を上げたっていうような記録も残ってるらしいんですよ。100ポンド当時の財産的に言うと、大体今で言うとこの75億ドルは一気に増やした。全然違うよ、5億ドル、うん、1兆近くってこと。いやすごい数ですよね、まあ、悪いことをして一気にお金をこう稼いだ、うん、まあ本当すごい数字ですよね、うん、賢いね。これナポレオンがロスチャイルドとつながっててわざと負けたんじゃないかっていう説もあるよね。あるね、うん、そう、なんでかっていうとナポレオンはロスチャイルド家の未亡人と結婚してるから。あらマリー・ルイーズ、ハニートラップですね。だからもうそこももう牛耳られてるんですよ、うん、すごいでしょ。会議で話し合った、話し合ってるんですよ、うん、なんかすごいカリスマみたいなやつをスパイにしてやろうというふうに。マリー・ルイーズがイギリス人だったんだっけ、確かイギリス系の人だったんで、ね、あ、そうなんですか。そうだからまあそういうところもこうしっかりと買い占められているということですよね。しっかりしてるね。で、まあ、このワーテルローの前の、まあ、フランス革命が、まあ、1773年に、まあ、ロスチャイルド家がフランス革命を計画、だから13人評議会で、うん、この時点でもうフランス革命を起こそうと、フリーメイソン革命として起こそうと。当時フリーメイソン流行ってましたから、トレンドみたいな感じだった、うん、だからそのフリーメイソンも乗っ取って革命を起こそうと、うん、だからあのフランスは自由平等博愛っていうそのフリーメイソンと全く同じモットーが続いてるっていう、うん、でその3年後にアダム・バイス・ハープとかイルミナティを作ってると。76年で1789年にフランス革命が起こるとっていうように、独自のネットワークを張り巡らしてヨーロッパに兄弟を送ってインサイダー取引をした。いいね、やりたいよ。でその後盤石な金額を手にしたロスチャイルドはイギリスの中央銀行を乗っ取ったというところでもう世界支配の完了ですね。まあ今はもうね、ジェイコブ・ロスチャイルド、
一応、うん、一番ロシアの偉い人だみたいに言われてますけど、うんまあ、彼も情報出てこないですからね。結構おじいちゃんでしょ。おじいちゃんでもう死んでるかもしれないし、うん、だから今その息子とかがもしかしたら引き継いでるのかもしれないっていう。今はもう本当ねロシアイド家って情報出ないですけどね。終わった貴族ってことになってるね。あそう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 、うん、そうなってんだけど全然そんなことないんですよ。いま、うん、だにやっぱトップに君臨はしてる。そうだからロシアイド家ってもう世界中の中央銀行をもう乗っ取ってまして、今のところロシアイド家が支配していない銀行っていうのは北朝鮮、うん、キューバ、イランぐらいだと。北朝鮮いけるだろう。それ以外の、うん、国の中央銀行はもう基本的にはもう、うん、あのロシアイド家がまあ管理してると、うん、そういうことなんですよね、うん、まあつまり日本もっていうことになってくる、ね、まあもちろんもちろん日本も、うん、ここ最近、まあ、ここ最近でも10年15年ぐらいの中ではまああのカダフィ大佐がね部長にされて、うん、そこで中央銀行を乗っ取ったっていうのもあったんで、まあ着々とそういうやっぱ国どころ内戦とかすらもやっぱこういうロシアイド系の人たちがまあ操って、まあ、支配してるってことですよね、うん、アフリカの内戦とかね。そうそうそう、そういうのはもう別にアフリカ内部で起こってる話じゃなくて、やっぱ他国による干渉、外部の人間がやっぱ干渉してるっていうことなんだよね。やっぱりか。いやそんな感じした、うん、そんな雰囲気は感じてたけど、さすがっすね。やっぱ鋭いなで、まあ一応このマイヤー・ムシェル・ロシチャイルドさんの有名な言葉、うんうん、我に一国の通貨の発行権と管理権を与えようと、そうすれば誰が法律を作ろうと関係ないっていう、うん、もうこの言葉通りに動いてる。通貨発行権さえもらえればもう法律ならどうでもいい、何してもいい。そういうことなんですよ。何したっていいもんな。でこのロシチャイルドの奥さんはロシチャイルド家あるとこに戦争ありっていうふうにも言ってる。なるほど、そうだね、ことわざだね。もうことわざですね。だから戦争は勝手に起こらないんですよ。そうだぼ。だからもうね、ウクライナロシア悪だとかね言ってる場合じゃないですよ。ほんと全部操られてるってこと。どっちもダメだし、どっちもかわいそうなところがある、うん、なるほどね。ウィンウィンなんだね。ルーズルーズ。あ、ルーズルーズだ。本当ね、もうそういうところなんで、そういう話を全く知らない民衆がまあだこうだ、まあいろいろ騒いでるってことですよ、いまだに。まあしょうがないね、そういう情報出ないわけですからね、うん、まあこういうことを話しても8割9割の人にはいや、そんなの陰謀論でしょって言われる話ですよね、これもね、うん、っていうと。だね、よくさ、なんかそういう陰謀とかさ、陰謀論とかさ、まあ確かにそういうね、あの情報は流出してるわけじゃないですか、こういう話って。あの書簡が見つかってしまったりとか、うん、内部のやつらがこう暴露したりとかっていう風に、まあ情報は出てるんですよね、一部の中で。でも基本陰謀っていうものは証拠を残さずやるのが陰謀なことなんですよ。これは当たり前じゃん。で証拠を残したら陰謀でも何でもないんだよ。だけどよくそういう普通の人にそういうことを言うと、いや証拠はとかって言われるんだけど、いや証拠なんかないんだよ、陰謀に。だからそのソースはとかエビデンスはって求めること自体がもう間違ってんだよね、正直ね。ただあるよ、もちろん証拠はあるんだけど、基本は陰謀はないんだよね。その企業によってやっぱあの秘密契約保持とかあったりもするから、ね、うん、証拠を残ってたちょっととしたらもうなんか匂わせじゃん。そうだから怪しいんだよ。めんどくさいやつじゃん。それ怪しい出方しかしないから、そういうのを全く信じない人からしたらもうただただ怪しいとしか思われないっていうのが、うん、陰謀系とか都市伝説とかって言われてるものね。だけどいろんな話とかをやっぱ見てるとやっぱりそうなんじゃないのって思えるところがある。だから そういうことなんですよ。基本情報はないし、なんでフリーメイソンが秘密結社かっていうのはもちろんあの人たちの中でしっかりと密約守ってるから、だから何も証拠なんてないんで、坂本龍馬がスパイだったとか言うとバカにされるんだけど、いやスパイだったら証拠残すわけねえじゃんって話なんですよ。でも世の中はそういうのは全くわからないっていうことなんだよね。まあ、ただ軍需産業があの2つの戦力に支援して戦争させるっていうのはガチ。そうだ、一番そういうところの流れを分かるのがやっぱ金融の流れなんだろうね。今の時点でどこが利益を得てるのかとか、そういうところを追えば、まあ、なんとなく分かるんじゃないですか、流れを。どこが絡んでるのかとか、そういう見方しかできないよね、基本的にはね。だら、うん、まあ、というのがロシチャイルド家。じゃあ質問いきます。おっ、マーク・ザッカーバーグは悪い人ですか。まあ、マーク・ザッカーバーグはうまく使われている人ですよね。そう、今の、まあ、世界統一政府とか、そういう、まあ、ニューワールドオーダーって言われているところに関してはうまく使われている人じゃないですか。やっぱあの Facebook っていうのはやっぱものすごいね、あれでやっぱその思想心情家族構成とかも全部わかるわけだから、こういう関係、あれはあくまで大学内のこういう関係を調べるためにとかっていう名目なんだけど、いやいやそんなことはないと思いますよ。あの大きな目標で考えたら、結局その一人一人を個人管理するっていうのをずっと言われてる話だから、そのために Facebook って作ったんだと思うよ俺は。でも大きな目標でいくと、人類を一人一人管理するっていう目標があるわけだから、それに向けて Facebook ができたんだと思うよ。
そう、最初にどんどんさ規模が拡大していくじゃない、隣の大学まで行ったりとか、うん、でそこでザッカーバーグに話持ちかけた投資家が いたと思うんだよね。そいつが怪しいんじゃないか。なんか確か捕まっちゃったんだけどね。なんて言うんだっけ、 Facebook がその向こう側から頼まれて作ったのか、どっちにしても結局個人に合ったように思想をコントロールするツールになってるのはもう間違いない。それは間違いないし、今はメタになってるわけでしょ、名前がメタね。あれだってやばいわけじゃないですか。でも本当だから大きな目標のためにあいつは今動いてるよね。あ、じゃあメタに書いてるし、もう完全にそっち側乗ったろうみたいな感じ。まあそうでしょう、お金絡みなんでしょうね。ただお金欲しいのか。確実にそうだと思います。基本お金持ってる人はつながりがあるからお金持ちなのか、お金持ちになるから話持ちかけられるのか。どっちもだね、ボスだね、うん、まあ基本そういうビッグテックって言われてるところは大体そうですよ。 Google、Facebook、GAFA ね、もともとね、ああいう存在ってのはもうダメなんじゃないかな。あれ Amazon の人も、もちろんもちろんジェフ・ベゾスさんもね。 Amazon って基本サーバーですからね。 Amazon Web サービス、あれがやばいんですよ。あれがやばいよ。通販の方がまあ表っていうか有名だけど、そうそうそう、元はもうサーバーですから。あれはもう国がもう、ね、情報預けてるぐらいのサーバーですから、うん、日本の国が使ってるのはアマゾンのサーバーでした。アマゾン使ってるんですよ。だからバカなんですよ、その時点で。国の機密情報を外国のサーバーに置くっていうのはもうダメなんですよ。何でも持ってるんだね。国防上はちゃんとその国独自の国有のサーバーで保管しなきゃいけないのに、うん、外国に置く。AWS よく落ちるしな。よくサーバーダウンするんだよ。意外とポンコツなんだ、うん、あの電気が勝手についちゃったりとか消えちゃったりとかね、そういう話もあったりするんで、うん、あそこ狙われたらもう終わりだよ、日本の情報は。そういう存在、まあ抗ったりしたら金持ちとかってやっぱり潰されちゃったりとかなるんですか。まあそういう人もいるでしょうね。ニコラテスラとか確かにそういう感じでした、うん、フリーエネルギーだったりとか、うん、あそうね。あいつ頭良かったよな。都合にそぐわない天才はね、基本消える。マーク・ザッカーバーグがデイビッド・ロックフェラーの孫っていう説があるんだけど、あれはちょっと正直怪しい。分からんけどな。分からんけど闇深いと思いますよ、ああいう大企業の人たちって、うん、表に出てる情報と真実って全く違うから。マジで違うよ、うん、ああいう大企業とかああいうところって。日本の大企業だってほら戦国大名の末裔だったりとかさ、そういう世界だから。でその庶民じゃねえからさ、ああいう人たちって基本的に。そうだね。だから表に出てる情報と本当の情報って絶対違う。間違いなく違うから、うん、って考えると未だにやっぱそういう世襲制みたいなのがやっぱ続いてるんだよね、ああいう上級国民の間では。で政治家だってそうなわけじゃん、うん、政治家だってやっぱそういうね血筋の人たちがずっとね政治へ言ってて、うん、でああいうほら民間企業とも政治家ってつながってるわけじゃん。でそのつながってるそのお偉いさんってさ、もともとさ昔ねその戦国大名だった人とかさ、そういうのが全然いるか から民間企業といえどやっぱすごい存在なんだよ。さすがだね。そういうのは海外でもあるはず。絶対。ああ、まあ、ということで皆さん気をつけてくださいね。はい。まあ、ロスチャイルドね、まあそういう感じで成り上がってるんですけど、まあ世の中陰謀だらけということが分かったと思います。はい。信じるか信じないかはあなた次第です。高評価、チャンネル登録、コメントしてな。この動画が良かったらね。盗聴だ。